はい、今回ですね、Mac 改造計画ですね。はい、こちら。これを貼っていきたいと思います。まあ、あのね、ファンがね、回るんですよ。で、空気が、なんだ。熱がこもるんですよね。で、それを改善する、もう開け方がひどいな。MacBook。こんな感じです。はい、ああ、これは取れるっぽいですね。ここに貼ると、まあ、ここがファンなんですけど、こもるんですよね。ちぎれちゃう、ちぎれちゃう。これ50万ですからね。50万。ちょっとね、ヒカキンさんには勝てないですね。70万フルスペック。SSD ね、ビビりましたよ。SSD ビビっちゃったからね。こういうことですね。で、あ、これ閉じたらダメなんだ。閉じたままじゃダメらしいですね。閉じたままだとダメらしいです。じゃあちょっと貼っていきましょう。貼れました。 OK、 グッジョブかな。まあそんなにね、熱くないんで、はい、バッグにもまあそんなに違和感なく入れられるんじゃないかなと。で、こういうことですね。ほう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 、あ、いいじゃないですか。打ちやすいですね。ちょっとこんぐらい浮きます。あ、これはめちゃくちゃ打ちやすいですね。人間工学に基づいたって書いてあったんですけど、はい、こんぐらい浮きます。こんぐらい。なんで、まあ、ここのね、ここのファンがある、ありますよね。ファンね。ファンがこう、下にたまんない。こんな感じです。あとね、こうならないですね。うん。まあ、もうちょっと低くてもいいかな。でもまあ、モニターは、見やすいですね、こっちの方が。うん。うん。
いいんじゃないですか。これなんでこれダメなんだろう。これなんでダメなんですかね。こっちこれ別にこれでも、まあこれでも、ああぐらつくのか。まあ全然でもこれでも、まあいけないことはないですね。これなんか一応説明したとダメみたいに書いてあるんですけど、これねダメみたいな。まあ別に これでもちょっと角度あるんで別にいいよね。これでもなんでダメなんだろう。まあでもこれだちょっと滑りますね。ああなるほどね。そうきたか、そうきたか。うん、いい結論、いいっす。あの目線がね見やすくなる。まあ慣れでしょうね。まあ今までこうやって慣れてたから。ピキュン！噂してるじゃないですか、噂を。誰だ噂してんの。まあね、ファンがこもるんすよね、ほんとに。まあもうちょっとで夏だしね。特に動画のエンコードとか、まああんま編集しないですけど僕、まあこれもノー編集ですけど、ね、こちらが見つかりました。見つかったらしいですよ、サリちゃん。サリちゃんが見つかったっていうエンコードね。はい、サリーシリだっけ、はい、うん。いいっすね、いいっすね。まあこの YouTube の下にこれ入れときますんで、これあるかな Amazon で。まああるでしょうね。まあ探しときます、これ。これで、ここの、ここから出るファンね。シュッ。で、あとは、あ、やっぱいいっすね。いい。うん。肩凝らない。肩こり防止にもなりますね。うん。肩こり防止にもなるな。全然ブレないですね。全然こう大丈夫な感じです。全然大丈夫な感じ。全然大丈夫な感じですね。あ、いい。打ちやすい。やっぱね、画面が見やすいっすね、こっちの方が。あ、いいわ。打ちやすい、見やすい。やっぱね、ノートパソコンってこうなるじゃないですか。こうね。うん、これはいいんじゃないかな。
いいっすね。いっさい。これいいじゃないですか。これいいじゃないですか。グッチョー。薄型エアースペーサー MacBook Pro 15インチ、まあ15インチ、これ16インチなんですけど、あの16インチでもこれ対応できます。一応15インチまでしかないんですけど、うん、16インチで対応できますんで、15インチでも、はい、まあ、ということで、夏場 MacBook 熱くなっちゃうじゃ問題解決スペンサーでございました。じゃあこの YouTube の下に入れとくよ。